これ先に出さなきゃ。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。オープニングからいきますね。はい。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキさんのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。はい、ではなんかツイキャスで2週分撮りしてるんで、今週は、はい、なんか結構読み足りない部分が多々あったんですが、先週部活ってテーマは盛り上がりましたね。盛り上がりましたね、はい、びっくりするぐらいメールが来てたんで、はい、読んでないメールもあるんで、ちょっと後で紹介したいと思います。よろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれドットサチアットマーク gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントをどんどん拾っていきます。ツイッターではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいね、ということで、2週撮りで、今回やってるので、結構あのメールの方がたくさん来てるんですよ。なのでちょっと先に、はい、あの1通だけ先週届いていたメールを読みたいと思います。お願いいたします。先週は、部活の思い出でやってたので、そのテーマなんですけど、はい、サッチーさんこんばんは。こんばんは。ラジオネーム名古屋のダンサーズでございます。ダンサーズさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーズが初めて入った部活は水泳部でしたね。おお。とにかく泳ぐことが好きだったので入部したしましたね。夏休みは毎日泳いでいたせいで髪の毛が、茶髪になってしまいました。あらプールの消毒に使う塩素で髪の毛がダメージを受けましたね。懐かしい思い出です。皆さんは、泳ぐことはお好きでしょうか、と来ておりました。私も泳ぐの好きでした。苦手でした。あれ体脂肪率低いんで、あ、体沈むんですよ。なるほど。全力で泳がないと25メートル泳げなかったんで、はい、もう25メートル泳ぐだけでゼーハーゼーハーしてました。あら、大変。その代わり潜水は得意でした。ああ、なるほど。そういうことですか。潜水は50メートルぐらい行けました。おお。では、1曲、今週のテーマにのっとった、曲をいきたいと思います。はい、お願いいたします。ドリームズカムトゥルーであなたにサラダです。どうぞ。なんか一杯行き過ぎてトンチンカンなことになってますが水泳は本当に苦手でしたね。私な中3の時、中2ぐらいの時にスイミングスクールに入ったんですよ、はい、でっていうのもあの当時中学校の時に水泳部がなくて、でもあの水泳大会はあったんですよ。市内大会だったかな、あって、それに1回出て、で友達があのスイミングスクール入れって言われて泳げるようになれみたいなことになって、でスイミングスクール入ったらあっという間にバタフライまで行っちゃって僕は小学校1年生の時にスイミングスクール通ってたんですけど、うんうんうん、冬になって寒くなったんでやめました。あら、
え、でもスイミングスクールってあれじゃないですか。まあ温水なんですけど、うん。それでも自分の唇青くなってもガタガタするんああ、上がったら寒いですからね。で、あと母曰く、やっぱり厳しかったので、はいはいはい。動きが。ああ、ああ、ああ、ああ。それでその場に誘導されたんですね。なるほど。どうする、そろばんするって言われて、う自分はそろんうん。ばんやりたかったんで、そろばんがいいって言って、そろばん見私、てました。そろばんあれでしたね。もう、半強制で入らされましたよ。親に。いや、でもそろばんやってよかったなって思いますね。数学本当大好きだったんで。私も途中まで数学好きでした。意外と。あ、ちなみにバタフライって言ったじゃないですか。はい。自分見よう見まねで、大学生の時にうん。教職取りたかったんで、はいはいはい。水泳取らないといけないんですけうど、初んうん。心者用の水泳から入ったんですよ、自分は。ああ。はそしたら、めちゃくちゃクロールは直されたんですけど、いはいはい。見よう見まねで、背泳ぎとバタフライやったら、あんたここは完璧なんだねって言われて。え、できてるんですか、これって言ったら、うん、できてる、できてるって言われて。すげえ。え、得意料理は結構来てるんですよ。よし。まさしさんいらっしゃい。どうしよっかな。料理最近やってないですけど、私もやってない。一人暮らしの時はめっちゃやってましたね。私もやってないよ。そろそろまた練習したいかな。いざという時に作れないと。確かに、それは言えてる。もうずっともうなんか、今日はこれだけしか頭に入って、なんか流れてなかったんで。最初、ロックオムレツにしようと思ったんですよ。いいですね、懐かしい。やっぱり、ヤンバルカンガルーポーさん一緒だ。そろばんを2つ並べて、ローラースケートみたいに滑って遊んでたって。誰でもやりますよね。やります、やります。はい、じゃあマイクあげます。お聞きいただいたのは、ドリームズカムトゥルーで、あなたにサラダでした。では、早速ですが、メールが今週もたくさん来ておりますので、テーマに行きたいと思います。はい、お願いいたします。今週のテーマは、得意料理です。キャンさん、なんか得意料理ありますか？僕ですね、大好きだったんで、パはい。スタが得意です。おー、で、パパススタってタ。茹でて、レトルト入れるんじゃないですよ。何ですちか？ゃんとソースを作るん一ですからよ。ですか？はい。すごい。ミートソースと、カルボナーラと、ボンゴレとかを結構やってました。おお、なんか私ちょっとツイキャスチラチラ見てますけど、旦那の陸海空が得意料理なんかメールしてよって言ったらキャスでいいって言われて、そのコメント待ちをちょっとしてたんですよ。声こなさそうなんでいいや。私がちなみに得意料理はチャンプルー系ですね。おお、確ゴーかにチヤャンチャプンループルー。も簡単ですから簡単でね。すからね。個まあ、人的にパスタでボンゴレが結構おすすめです。ほう。アサリをはい買っはてきいて、ちょっと砂抜きして、はい。はい。で、砂抜き終わったらそれを蒸すんですけど、白ワインをこのおお。鍋に入れて、はい。こうグツグツちょっと一緒にこう煮込むはい風にはいこんな感はいはい。じでこう蒸して、こう蓋するじゃないですか。で、パカって開いてきたら、あとはそのアサリをこのパスタに添えて、で、その煮汁をそのままかけて、あとは塩ああ。コショウで味付けするだけです。なるほど。超簡単。超簡単です。超簡単そうに見えて、私難しくするんですよね。まあ、お好みでちょっとバター使ったりとかもいいかもしれないですあ、ね。いいですね。お、ちょうど来ましたよ。旦那の陸海空さんが来ております。得意料理は卵料理かな。あなたの好きな食べ物が、僕の得意料理かなってきてます。確かに。確かに、陸海空さん料理好きなんで、いろんな料理を作ってくれるんですよ。まあ、例えば、卵料理もそうですけど、なんだろうな。なんか、いろんなのを、とんかつとかも一から、もう、肉買ってきて、パン粉を自分でつけて、油に揚げたりとか。うん、もう本格的なんですよ。
すごいですね。なんで私も家で料理しません。それはしたくなりますよね。ほぼほぼしません。いや、得意な方がやっぱやった方が美味しいですって。そうですよ。はい、では、メールを読みたいと思います。はい、お願いします。ヤンバルカンガルーポーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。得意料理ですが分かりません。あら、小学校低学年から料理をやっていたので、家庭的な料理は普通に作れるので、どの料理が得意料理なのかが分からないのです。おー、すごい。ただ本当にめんどくさいのがソーキ汁ですかね。ソーキが煮えるまでの時間がかかるので、ソーキさえ煮えればあとは大根あるいは渋い冬瓜を煮るだけなので、煮るだけなのですぐに出来上がるんですけどねってきております。渋いのスープ美味しいですね。美味しいですよね。まあ、うちはでも渋いを使うとき結構チキンが多いですね。あー、なるほど。チキンも美味しいですよ。美味しいですよね、確かに。今日もちょっとどんどんちょっとハイペースでいきましょうね。はい、お願いいたします。サッチーさん、こんばん、味噌煮込みと来ております。こんばんは。味噌煮込みスキーさんからいただきました。得意料理、とにかく食べることが人生の自分。得意料理って聞かれると何が得意かわからないな。冷蔵庫にあるもので、ひらめきでいろいろ作るのが得意ですよ。強いって言えばちゃんこ鍋、チキンの丸焼きかな。ちゃんこ鍋は、鶏団子やだしもこだわるよ。チキンの丸焼きは、つけて食べるソースにもこだわりますよと来ております。すごいですね。そうですね。あ、でも鍋は意外とぶち込めばいいので、簡単っちゃ簡単ですけどね。あ、でも足のバランスとか結構難しいと思う、ね。確かに、はい。それは言えてます。次のメールに行きたいと思います。4月16日放送分と来ております。サッチーさん、キャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。ラジオネーム、プレイグスです。私の得意料理はハンバーグですね。おお、また本格的いいな。すごいですね。うちは旦那と二人暮らしなので、フライパンにドンと一枚焼いてそれを切り分けて食べます。作る時もビニール袋に具材を入れて袋の上からもみもみして手を汚すことなく完成させます。ちなみに貧乏なので、豚ひき肉で作ります。サッチーさんとキャンさんの得意料理は何ですか？ではではーと来ておりますね。ハンバーグ。ハンバーグ、私、三栄とかに売ってるハンバーグがあるじゃないですか。チーズインハンバーグとか。はい、あれをよく買って焼いてましたね、一人暮らしの時。ハンバーグまではちょっと挑戦しなかったですね。確かにそれは言えてる。大学の時手っ取り早く安くて、タンパク質取りたかったんで、はいはいはい、もう一つ得意なのはオムライスなんですけど、めちゃくちゃぶつ切りにしたチキンを入れて、はいはいはい、チキンライスケチャップで作って、おで、それの上に片面だけ焼いた半熟の卵を乗せて食べるっていうのやつ、はい、なるほど。ツイキャスの方でリクカイクグさんが、僕が目指す定年後はラーメン屋か弁当屋と来ております。あ、いいっすね。まあ、私が結局手伝わなきゃいけないっていう羽目なんですけどね。まあでも憧れじゃないですか。あ、近くに弁当屋さんがなんか結構あるので、お家の近くに、はい、あ、じゃあラーメン屋さんとかいいんじゃないですか。ラーメン屋さんも一軒あるんですよ。あ、でも一軒だったら、一軒だったらね、はい、でもラーメンも好きなんで私結構。僕も好きだったんですけどね。あれだ、過去形？豚アレルギーで、ね。あ、そこか。はい、そこか。もう数年食べておりませんね。あらららら、かわいそうに。美味しいですよね。美味しいんですけどね。はい、あ、醤油ラーメンとかはいけないんですか？まあ、醤油とかでも豚をこのベースにスープ作ること多いので。ああ、なるほど。なかなか難しいですね。本当に全く抜いてるところじゃないと、うんうんうん、ちょっと食べれないので。ああ、なるほど。
うん、なんかハラールラーメンとかって分かりやすいんですけどね。ああですね。はい、では次のメールに行きたいと思います。ラジオネームナルトラさんからいただきました。ありがとうございます。4月16日放送分ということで、得意料理、強いて言えばスーパーのカット野菜と、鶏肉と豚肉で野菜炒めを作ることぐらいかな。ごま油をひいてスパイスを振りかけてお酒のあてになりますわらと来ております。いいですね。いいですね。お酒のおつまみ、酒のおつまみ。ツイキャスの方でヤンバルカンガルーポーさん、アレンジ料理だね。僕も冷蔵庫の中の、食材で適当にすると来ておりますね、うんうんうん、まあ皆さんそうでしょうね。冷蔵庫の中にあるものを適当に作って食べるみたいな。私も一人暮らしの時に結構カット野菜とか買ってきて適当に作って食べてました。僕はあんまり作るっていうのやらなかったですね。でもほとんどあれですよ、もう惣菜を買ってきて食べるっていうのが、うんうん、まあ一人暮らしあるあるですよね。まあお酒のあて、僕結構生ハムとか好きだったんで。ああ生ハム美味しいですよね、はい、結構保存効いてそのまま食べれるものとか多かったですね。うーん、なるほど。では次のメールに行きたいと思います。はい、お願いいたします。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。沖縄大好きです。メッセージテーマ、得意料理。特別得意というのはありませんが、カレーライスやチャンプルー料理、味噌汁なら得意です。あと、チャーハンと来ておりますね。おー、チャーハン。チャーハン美味しいですよね。美味しいですよね。チャーハン得意ってすごいじゃないですか。確かに。パラパラに作るの難しいですよ。もう、旦那の陸海空なんてすごいんですよ。なんか、もういや私が作ったらだいたいパラパラにならなくてビタビタになっちゃうんですけど、はい、旦那が作るとパラパラなんですよ。本当に本格的なチャーハン。おー、めっちゃ美味しそうですね。一回食べに来てください。食べたいです。じゃなければあの FM ギナーに持ってきますよ。ちなみにうちの母はですね、あのタコライスの素でタコライスチャーハンを作ります。おー、アレンジだ。あのタコライスの素入れるじゃないですか。はいはいはい。そこに卵とチーズ入れてこうバーって炒めてチャーハン風に。美味しいですよ。おー、今度やってみよう。チーズソースも合いますしね。やってみようっていうか作らそう。私お家で台所立たないし。ツイキャスの方でナルトラさん、あ、さっき紹介しましたね。はい。まあこれは料理と言えるもんじゃないですよねって来ておりますね。まあ料理ですよ。もう手を加えたら料理ですよ。そうですよ、はい、私あの小さい頃得意にしたかったのがあのお菓子系を作ってみたいと思ったんですよ。クッキーとか。お菓子難しいって言いますよね。言いますよ。分量間違えたらアウトですからね、はい、あれ。うちのいとこが趣味でよくやるんですけど、はいはいはい、マカロンをちゃんと作れるようになるまで時間かかったって言ってました。ああ、だろうな。うん、でもクッキーとか本当に自分で作ってみたい。あ、一回だけレアチーズケーキを作ったことありますよ。レアチーズケーキもいいですよね。うんうん。レアチーズも美味しいですかね。私チーズケーキ系が大好きなんで。僕うちのおばあちゃんが作るもので唯一好きだったのが豆腐ケーキ。あ、豆腐を原料にレアチーズケーキ作るんだ。はあはあはあ。あれが美味しかったです。なるほど。いいな。私、また、やってみようかなって感じで思い始めたんですけど。あ、そっか。ツイキャスの方で陸海空さんから、はい、オムタコ作ったよ。あ、だったね。オムタコ。おー。だったね。オムタコも美味しそうですね。オムタコ美味しいですよ、はい、なんか本当にうちの旦那さんはあのアレンジが効くので、はい、いろいろと見たことないような料理とかも作るんですよ。だからもうなんかいつも私無言で食べるんですよ、はい、あのなんでか知らないんですけど
無言で食べるんで、旦那に、おいしいの？おいしくないの？うん、おいしいって言って、普通に答えるんですけど、あ、ぶっちゃけ言うと、無言だからこそ私、おいしいって意味なんですよ。あえて。なるほどですね。うん。メールの方に戻りたいと思います。はい、お願いいたします。サッチーさん、キャンチー、こんばんは。こんばんは。踊りの経験ゼロ、ラジオネーム名古屋のダンサーズでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーズの得意料理はこれというのはないです。ただ作ることはできますよ。例えばクリームシチューなども作れます。おお。もちろん生クリームと小麦粉とバターから作りますよ。うんうんうん、すごいですね。ベシャルソースから作り、各野菜を煮込みますよ。これが超うまいの、うま、まいゆうなのです。あとはペペロンチーノも作りますね。オリーブオイルとニンニクを焦がさずに低温で火をかけるのがいいですね。細かい泡が出るまで、出る、くるくらいがちょうどいいです。あ、食べたくなりました。皆さんはシチューやパスタ作りますか？と来ております。まあ、僕はあのパスタ作るって言ったじゃないですか。はいはいはい。ミートソース結構こだわって作るので。ほう。あのちゃんとあのホールトマトから。はいはいはい。作るんですけど。うんうん。うちの母はトマトジュースで作るんですよ。へえ。だからちょっと甘めのと、あのミートソースになるんですけど。はいはいはい。僕はもうホールトマトで作るんで、ちょっと酸味の効いた、はい、トマトをしっかり味わえるような。うんうん、はい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 、はい、そういうもので作るんで、なるほど、正直ちょっとミートソース自分で作るのが好きですね。おお。ツイキャスの方で武蔵さん来ております。本日のテーマ得意料理、得意というのは不安ですが、ゴーヤーチャンプルー、フーチャンプルー、ポーク卵、子供の頃小腹が空いた時、これは熱々のご飯にマヨネーズをかけて食べるのが美味しかったし、生まれて初めて作った料理ですね、と来ております。まあまあまあ、そうですね、私もチャンプルー系はいけるので、意外とフーチャンプルーって難しいんですよ。フーチャンプルー、あ、難しいって言いますね。そうそうそう、あのネチョネチョ、失敗するとネチョネチョするんですよ、はい、で超いいぐらいだとパサパサになって美味しいんですけど、はいはい、私フーチャンプルー、チャンプルー系の中で一番得意なのはフーチャンプルーかも。おー。ちゃんとあの絞って、はい、めちゃくちゃ絞って水が出ないようにやって、はい、炒めて味付けもちゃんとしてっていうのやってましたね。いやー、フーチャンプルー美味しいですよね。美味しいですよね。ちょっとキャンさんの事情で来週も2週分の収録になりますので、はい、ここで、4月23日放送分と4月30日分放送のやつのテーマに行きたいと思います。はい、お願いいたします。4月23日放送分のテーマは、好きなお酒は何ですか。あー、僕の一番好きなテーマですね。4月30日分放送のテーマは、ゴールデンウィークの思い出。ああ、そうですね。もうゴールデンウィークに突入するということで。そうです。いい時期ですね。ちょうどいい時期なので。ゴールデンウィーク楽しみたいな。私もそうですよ。いつも仕事で眠れない日が続くゴールデンウィークでしたけど。あらら。23日放送部の、はい、テーマは、はい、私の個人的な配信をしてて決めたんですよ、はい、っていうのも23日が、確か地ビールの日らしくって、ね、最初はあの好きなビールは何ですかって聞こうと思ったんですけど、はい、ビールでも幅広いじゃないですか。そうですね、ビール飲めない方もいます、ね、飲めない方もいるので、あえてお酒にしようかなと。いいと思います。だとカクテルもワインも、はい、焼酎も日本酒もまあいろいろありますから、はい、皆さんの、好きなお酒をちょっと教えていただけると助かります。僕は嫌いなお酒の方が少ないですね。あれ。ほとんど好きですね。あららら、らお酒は何でもいける口ですね。おー、いいですね。一時期島がダメだったんですけど、はいはいはい、もう今は飲めるんで、
ああ、いいですね。島崎、頭痛くなるんですよ。飲みすぎると二日酔いやばいですよね。いやー、まあ結構きますね。まあ初めて飲んだのが島崎だからっていうのもあるんですけど。あ、なるほど。私ウイスキーばっかり飲んでます。ああ、私初めて飲んだの梅酒でした。ああ、梅酒美味しいですね。しかも初めて飲んだのが親に勧められて、はい、小学生の時に飲んだんで、はい、もうそれからなんだろうな、家計っていうのもあるんでしょうね、はい、お酒がなんかちゃんぽんしても全然酔わないんですよ。なるほど。でも僕もちゃんぽん全然しても平気ですよ。なんかそういう人結構いますよね、はい、これしか飲まない、まあくまで量が増えるかららしいですからね。ああですね。ということでこれ以上話すと来週話すネタがなくなりそうなので、これぐらいで、はい、止めておきましょうか。はい、はい、というわけ で、はい、そろそろお時間となりました、また来週でよろしいですかね。はい、はい、ではまた来週。じゃあねー。ありがとうございます。ほい。そうそうそう。ダンサーズさん、盛り上がるはずよ、多分お酒のお話で。そっか、考えたらあれか。運転しながら考えてたんですよ。そういえばと思って、来週2週分撮るじゃないですか。で2週空くからゴールデンウィーク明けのも考えなきゃいけないと思って、うん、忘れてたと思って一瞬。お酒の話は僕はもういくらでもできるね。私飲めるやつもあるけど飲めないのもあるんですよ、不思議と。まあいろいろお酒は、ビール党の方もいれば、ビールしか飲まないっていう人もいますからね。もともと自分ビール党でしょ。私最初の一杯は必ずビールです。でも27ぐらいまではビールとウイスキーしか飲まないです。もうウイスキー飲めるってすごいですよ。いやウイスキーは全然大丈夫です。へえ。あのタレの香りが好きで。ああ。で、あとはあの。だからウイスキーは結構ストレートで飲んだりとかしてたんで、お今もそうなんですよ。わお、割といけますね。美味しいやつは本当に美味しいんで。へえ、私ウイスキーはまだ飲んだことないかな、経験なし かと思う。あの本当にいいウイスキーは度数も高いんですけど、度数高いやつの方が飲みやすい。へえ、そうなんだ。甘くて、ふわってこの口の中になくなるんで。あんまりこのアルコールの辛さがなかったりします。はいはいはい。中途半端に40度ぐらいのやつの方が、なんかちょっとアルコール感が強かったりする場合もあるので。おー。いいウイスキー飲むと、また印象違うと思いますよ、ね。なるほど。じゃあ今度教えてもらおう。旦那の陸海空が、さっちは陽明酒飲み、いや違うでしょ、陽明酒って。まあ、あれってお酒ですよね、一応陽明酒って、はい、僕も陽明酒一応好きです。あの陽明酒はさすがに置いてるバー少ないんですけど、はいはいはい、似たようなやつでイエガーっていうのがあるんで、へえ、あれは結構飲んだりします。へえ、ショットとかで飲むと気持ちいいです。おお、やばやば。まあ来週あれですね、お酒の話で私が結構やっちまった話をしようかな。本当に20代前半の時にいとまの友達がいて、結構飲んでたんですよ。やばかったんでその話しようかな。まあ、僕もお酒の失敗は一個だけ大きいのがあるので、その話をしようかな。多分うちの旦那にもこれ話してない話ですね、20代の失敗談。多分話してなかった記憶がある。僕は病院に行きましたね。あら、あらららら。病院行き。病院行きでした。長野県限定販売のウイスキーが安くて美味しいですと来てますね。へえー。長野県。うん、すごいですよね。
ちょっと興味ありますね。ダンサーズさん、来週詳しく教えてください。まあ、いろんなお酒ありますからね。うん、いや、日本のウイスキー、本当美味しいんですって。そうそうそう。あ、もう時間じゃん。また来週。